アイエナイアンティジャック対決です。アイエナイこれレアだから。間違いに言い切れるか、胸キュン長ゼリフ対決。じゃあまず相手チームに言わせる胸キュン長ゼリフを告白と仲直りの2パターン考えてください。はい。はい。はい。2分と39秒。遅れてきた。まだまだ。告白されされてされたもん。ちょっとまだ曖昧にしてて。よし。うん、これ3文字。うん、カウント。うん、もうここに出たのにしよう。うん、しい。僕たちは1分ずつ考えて回してます。回すっていうね。考えながらニヤニヤしてる。いい分考えられたのかな。恥ずかしいこと言わせよ。イギリス、エディンバラとかよくね。いいね。あっちめっちゃ変な分考えてきそう。いいの考えられますか。もちろん。いい感じじゃない、ね、いい感じ。面白いんじゃない。英語とか入ってないですか。入ってない。英語入ってないです。英語は入ってないね。わわ怖いな。僕たちもね、いい感じのやつできたんで。いやもう、カタカナ盛りだくさん。胸キュン間違いない。間違いない。それは間違いない。楽しみだね。僕たちの告白代表メンバーは、西博人。はい。ちょちょいのチョイス。続いて仲直りのプロ、園雄大くん。お願いします。その分喧嘩してるよ。はい、喧嘩さたくさんするんですけどね、仲直りもプロなんで、記憶力も僕に任せてくださいよ。確かに記憶力いいです。すごかったもんね、なんだもん。確かに。これでめっちゃできんかった恥ずかしい。じゃあ続いて、なんだっけ、ブレイン陸道チーム、はい、お願いします。発表を見てみて覚えれた人にして選出します。はいはい、あ、じゃあブレイン陸道チームは全員で、まあ、とりあえずチャレンジして、相手さんの人、はい、俺行くわみたいな感じで、多分俺行くわってやつは出てこんの。あ、俺無理、お前行け、お前行け。それの押し付けになっちゃう。それではファーストチャレンジ、はい、西博人の挑戦です。3分間で覚えてください。はい、よーい、スタート。みんなも入っていい、うん、今日も仕事大変だったね。あの日のこと覚えてる。8月14日。ああ、数字系か。数字系ね。3分29秒と2分39秒ね。そう。めっちゃ気づけてくるやん。今何時？今は何時なの？5、4、3、2、1。ピー。あ、なかなか早くしてもらっていいですか。それでは、西博人の挑戦です。どうぞ。お疲れ。今日も仕事大変だったね。そういえば、あの日のこと覚えてる？8月14日、君は3分29秒遅れてきたんだよね。いいんじゃない。あと、そうだ、12月28日、君は2分19秒遅れてきた。分かんない。まあ29秒かもしれない。39秒かもしれない。だいたいそのくらい遅れてきた。でもね2月24日、君は僕に239,850円のプレゼントをくれた。めっちゃ嬉しかったんだ。見える、これすごい丸いでしょ。円周率って 3.14159265358979。
ってみたいにずっと続くんだけどさ、俺たちも円周率みたいに一緒に人生共にしよう。いや、むずい。でも、何分、何秒とか合ってたんじゃない？合ってるとこもあれば間違っちゃったところもという感じですかね。続いて、ブレイン陸道チーム、はい、告白の、シーンを覚えてもらいます。はい、はいはい、よーい、スタート。告白のやつですね。みんなで凝視してますけど、これ何やねん、日本語おかしいやん。いやいや、告白の伝え方は ね、 ね、人それぞれ、人それぞれですから。受け入れてくれないですか？まだ大丈夫だよ、全然あるよ、時間あと2分ありますからね。やばいよ。大丈夫大丈夫。2分19秒遅れてんちゃん。いいね。3.14 1492 6 3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 
反応してくれてありがとう。3、2、1、タイムアップ、はい、あらもう、じゃあ決めてください、誰がやるのか。いけますか。絶対こうなるやん。絶対こうなるよ。マジで自信ない。いけますか。結局じゃんけん。絶対この時間で食っちゃうから。大丈夫、グー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あ、負けた、ひどくないね。池崎リヒトさん、なんかリヒトっぽいターンあったよね。なんかあった。池崎リヒトの挑戦です。はい、どうぞ。あ、あのさ、あの日のこと覚えてるよね。フィオーネ、フィオーネレイノルドのことを君がまださ、まだ君がその時はフィオーネライロイドって呼んでた時のこと。掃除用具箱の隙間から唐揚げを頬張るフィオソフォンの後ろ姿から見えるどういうこと見える僕の後ろ姿を、見ていったあの時の君が今でも忘れられないんだ。そういえば肘って全然痛みを感じないんだよね。ほら、めっちゃ伸びるでしょ。あ、俺たちも肘みたいに、肘みたいに俺たちもずっと続いていこう。唐揚げを頬張る唐揚げを頬張るフィオソフォンの肘みたいに愛してる、愛してる、ありがとう。どういう流れだねこれ。いや、これすごいよマジで。頑張った。いや、むずいなこれ。ごめん。いやでも前半すごいよ。よかった。前半やばい。まるまるもう名前やばい。名前ちゃった。もう一発目の名前が出てこやったわ。フィオーレレルレイヤ。それです。おお、すごい。でもなんか見てても俺らでも何のこの文章何この文章。これでキュンとさせれないわ。唐揚げとか言い出したらもう無理です。だけどめちゃくちゃ良かったと思います。頑張ったよ。ごめん、マジで良かった。ごめん、マジで良かった。無理だった。それでは続いて仲直りシチュエーションをやってもらいます。イエーイ。僕たち、はい、ファイター人チーム、はい、期待の新星その雄大が来てくれます。頑張ります。こっちのチームは、まあ、さっきと同じ感じで、はい、みんなでやって、覚えてもらいますね。はい、では怖っ、いきますよ、はい、よーい、じゃんけんだスタート。さあどんな内容なんでしょうか。うわやばい、終わるぞこれ。これすごい、これすごいね。これす頑張って、雄大くん、お前ならできる、君ならできる。あるかな。
オッケーオッケー、歩いて、歩いたらできることもありますから、ちょっと僕たちはもう信じて待ちましょう。はい、信じて待ちましょう。抜けゆかパックちゃん。今、今なんか内容やっと理解して、ちょっとちょっとタクミンがいけそうな雰囲気。無理無理無理。3、2、1、終了。はい、将軍、じゃんけんぽい。あ、やばい、はい、将軍、じゃんけんぽい。はい、ごっしょ。よし、やばい。それでは、頑張れ頑張れ、藤巻京介の挑戦です。どうぞ。だから言ってんじゃん、僕はお母さんが好きだって。お母さんの耳掃除より気持ちいい瞬間なんて君が僕に差し出せるわけないだろう。おお、うまっ、すごい。まったく。あ、そういえば俺この間一人での作品エディバランって見てきたんだけどさ、まあ、その時なんか自分がしてたことが違うなって思ったんだ。僕は君の価値観を分かってあげられなかったようだね、君のソーラン節。ソーラン、ソーラン、ソーナンス。最後のソーナンスは違うな。でも僕はマザコ、マザコーナンスだった。なんつって。ゴー、すごい、これすごいぞ、これすごいぞ、これすごいぞ。ジョーちゃん、本当に全然間違ってない。演技力も良かったよ。演技力も良かったよ。あの、思い出す時のあの演技の、だからさ、やばい、すごい、すごい、すごい。では、サメルダイの挑戦です。どうぞ。抜けゆかパクちゃん、昨日、いや、一昨日の18時51分、モロワイデ美術館の件なんだけどさ、チンチャスコブルドゥイブチ。あの時はさ、抜けゆかパクちゃんが俺の頭頂部を叩いてきたけ、つい、キサン、コラ、三半期間、ブイブイ言わせたろうけって言っちゃったんやけど、あれほんとごめん。あと、あの時のチンチャスコブル、あ、違うな、あの、僕さ、こうやってさ、記憶よく飛んじゃうことがあって、でも、本当は伝えたいこといっぱいあるんだけど、やっぱ君の携帯を僕が見た時に、やっぱ僕とのツーショットをさ、録画面にしてくれたことが本当に僕は嬉しくて。あ、そういえば三平方の定理の話この前したっけ、一緒に。あれ俺の誤解でやんす。あれ全然覚えられなくて、で今もこうやって伝えたい気持ちたくさんあるんだけど、やっぱりさ、なんかさ、こうやってさ、あのもう胸キュン、チャルバタ、あのチョイポルチンガルボッソっていう言葉もいっぱい覚えたんだけど、君のために告白する言葉決めようと思ってたんだけど、あ、仲直りしようと思ってたんだけど、仲直りって気持ちが大事だよね。君がいないと僕は生きていけないよ。これからも仲良くしてほしいな。ありがとうございました。すごい、三角関数の自由ちょんまるロシエントって何すか。あ、すみませんみたいな感じ。スペイン語の、スペイン語ロシエント、ちょっと丁寧な誤り方。チュワタナポンチャイは、これはタイ人っぽい名前です。何も意味はない、人の名前っぽい。いや、これ難しいね。むずいわ。難しい。雄大とかもうすごい喋るからすごいなと思ってたんだね。全然違う。全然違う。セリフ飛んだ後何していいか分からんもん。それもそれですごい。
いやもう京ちゃんなんてもうすごかったですよ。マジすごいです。やばい、演技も上手です。あんな文章よく覚えましたね。でも4つの中だったら割と一番あれなんじゃないかな、流れがあったよね。はい、それでは皆さん結果発表。運命ですね。はい、ブレイン力道チーム全43ポイント。おお、素晴らしい。すごい、ね、素晴らしい。素晴らしい。ありがとう、ありがとうね。続いてファイター陣チーム43ポイント。マジか、引き分け、引き分けとなってしまいました。オーマイガー、どうすんのこれ。本当はね、この負けたチームが罰ゲームとしてね、ちょっと用意してたんですけど、まあ今回ね、ちょっと同点となってしまったので、今回はもう罰ゲームなしということで、平和が、ようやく平和が訪れました。ありがとうございます。みんな頑張ったしね。頑張りましたね、みんな。本当、それでは来週もお楽しみに。以上、アニメでした。やってまいりました。池崎理人の芸術を磨けコーナー。はい。今回は、またいろいろ用意してもらったので、僕がちょっとやってみたかったね。またすごいね。そう、なんかジオラマっていうのがあるんですよ。ジオラマ。そう、YouTube でよく見るんですけど、うん、なんかミニチュアの模型みたいな。そういうのをちょっとやってみたかったんですけど、本当に初めてだからな。このコルクの上に作っていきます。日本庭園風にちょっとやってみたいな。とりあえずもう置いていきますね。置いていくね。草を。枯山水っていうの分かります？枯山水ね。なんかそう、石の砂の、うん、あのお庭、うん、あれちょっとなんかかっこいいなと思って、まあ、粘土をじゃあ砂にしよう、うん、でこれを岩にします。はいはい、よし、 OK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 。 これは砂です。砂か。ここが一番きつい。結構硬い。硬い。うわ。職人の手してるわ。職人の手。岩たちを配置していこう。適当に。ここで出た岩。そう。岩。グググと。確かに透明、なんか岩っぽいわ。岩っぽいねこれ。その発泡スチロールのその丸が。いい感じの凹凸に見えるわ。それな、まあ、あの一番のあの特徴は、うん、水の表面を確か表現してるんですよ、砂で、うん、だからなんか細かい線がね入ってるんですよ、うん、あの砂の庭園には。そこを表現していくの。そこを表現していきたい。お、いい感じ。めっちゃいい、見て。ういマジで、あのいい感じ、いい感じ。庭でやってるみたい。もう芸術性達者じゃん。ガチ、うん、古典やっていい？そろそろやっていいよ。タケルがね、うん、あの前回描いた、はいはいはい、あの竜の絵、うん、3万円で買うって言ってたからね。しっかり高い。3万円で買ってくれる人もいるからね。それな、ちゃんと高いよ。ちゃんと。マサイ君はどんぐらい出してくれる？え、俺？竜の絵3万1000円だ。なんかケチなオークションな感じやな。おら、おお。完成です。完成。はい、こちらです。はい。でもすごいですね、その周りにその線を描いたりしてるのはやっぱ知識がないとできないことですから。ちょっとね、面白いところでこだわりました。はい、知識と芸術性が相まって素晴らしい作品になりましたね。ありがとうございます。はい、というわけでじゃあ池崎理人芸術を磨けのコーナーでした。また今度。バイバイ。バイバイ。